今回は車の紹介をしたいと思います。フィアット 500C という車を買いました。2010年式で走行距離は12万2000キロ。ミッションはデュアロジックというオートマでもマニュアルでも運転できるものです。修復歴はありません。愛媛の中古車ショップからネットで購入し、北海道まで送ってもらいました。車検は2021年12月まであります。後ろのトランクはこんな感じ。たくさん荷物を乗せたい時やキャンプに行く時は少し足りないかなという印象でしたが、可愛いので全然 OK です。ボディのカラーはパソドブレレッドです。内装もとにかく可愛いです。フィアットのシートは色やデザインがたくさんあるのですが、この赤と白のシートがとても気に入っています。こんな感じでハンドルにオーディオのボタンがついています。車のキーはこんな感じ。鍵の部分が収納できて開く閉じる天井の開閉ボタンがあります。このフィアットのボタンを押すとシュッと出るので、これでエンジンをかけます。このボタンなんですが、ドアに窓のボタンがなく、ここでドアの開閉をします。かっこいいですね。そしていよいよこの天井を開けるボタンですね、押してみましょう。こんな感じでホロが開いていきます。この車の天井のことをホロというみたいです。途中で一旦止まるのですが、もう一度押すと全開になります。はい、オープンの状態だとこんな感じ。光が入って内装がまた際立って可愛く見えます。最高ですね。このホロの色がいいベージュで、本体のレッドとよく合ってると思います。後ろから見たらこんな感じ。早く暖かくなって全開でドライブしてみたいです。 500C というロゴも可愛いですね。閉じるときはこのボタンを長押し。開くボタンは1回押せばある程度のところまで開くのですが、閉めるボタンはボタンから手を離すと止まります。ある程度閉まるとここで止まるので、もう一度ボタンを押します。それでは中の機能を見ていきましょう。はい、ではこちらの説明していきたいと思います。この車は、マニュアルでも運転できるし、オートマでも運転できるっていうあれなんですけど、ちょっとやっぱ普通のオートマとは運転の仕方が違くて、普通こういう駐車してる時ってパーキングに入れると思うんですけど、このシフト、ニュートラルかリターンか、一速しかこのオートマモードの時はないんですよね。で、こういう駐車してる時は、ニュートラルに入れときます。でサイドブレーキをちゃんと上げる。であと最初よく分かんなかったのは、最初すごいエラーがピーピーピーってなってたのが、最初中古車ショップの方が、ニュートラルにしてエンジン切ってくださいっておっしゃってたんですよね。でニュートラルにしてエンジン切るんですけど、毎回なんかピンピンピンってエラーが出ちゃってて、で説明書読んだら、エンジン切るときはこの一速かもしくはリターンにしてエンジン切るみたいなんですよね。これだとあのエラー音ならないんですけど、例えば今ニュートラルにしてエンジン切ると、ニュートラルでエンジン切ってるよというエラーが出ます。それをちゃんと一速にしてエンジン切るとエラーもないですね。はい、これが最初何の音なのかなっていうのがすごく困った最初の一個ですね。今まで国産車の軽自動車は乗ってたんですけど、イタリアの車なんですけど、外国の車ってやっぱ普段乗ってた国産車と
違うなというところが結構あって、まあ、今のこのギアももちろんそうなんですけど、このボタンも最初何のランプ、ライトのあのボタンかなと思ったんですけど、これはフォグランプっていう霧が濃い時に使うライトのボタンでした。これは普通にハザードで、これは運転モード、今シティモードで走ってるんですけど、なんかちゃんと見てないんですけど、いろいろあるみたいですモードが。でこれはアイドリングストップをやめてっていうボタンですね。これも中古車ショップの人に言われたんですけど、この車のバッテリー、すごく高いバッテリーを使っているから、バッテリーを、守るためにもアイドリングストップさせないで走るのがいいですよっていうことだったんで、これもちょっと信憑性わからないんですけど、これを押してアイドリングストップをやめた状態で走ってますね。はい、この車は、CD だけ聴けますね。 CD とラジオで、私星野源さんの CD 入れたんですけど、もう出てこなくなっちゃって、なんかキュ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 、昔よくありましたよね、なんかもう CD 出てこなくなる現象になってしまって、ずっと星野源さんの3の CD を聴いています。でこちらドリンクホルダー、ちょっと汚いんですけど、で最初このシガーソケットついてなかったんですけど、これだけまさかのメルカリで売ってたんで、メルカリで買ったんですけど、外しても熱くないんですよね。だから機能してないのかなと思うんですけど、このなんか穴が開いてる状態がちょっと嫌だったので、ただ使わないんですけど入れています。割とやっぱ内装は所々見ると、まあ10年以上乗ってる車なんだなというのを感じるとこなんですけど、で私は本当にこの車乗りたかったので、もう全然もう十分ですね。はいはい、というわけでフィアット 500C でした。